風邪は引き始めが肝心。だから、先手を打って風邪薬を飲んだのにどんどん悪化。こんな経験ありませんか結局は免疫力の問題だからどうしようもない、と思いがちですが、免疫力って、思っているよりも大幅アップが可能なんです。バスタイムの充実が免疫力アップに、私はスマホをお風呂に持ち込んで長風呂するようになり、あれ、鼻づまりが楽になった、と感じるように、風邪もひどくならないので漠然と、 お風呂は風邪にいいと思っていたのですが体内では一体どんな現象が起きているのでしょう医師の斎藤正志氏の著書体温を上げると健康になる3マーク出版の中にこのように書かれていました体温が一度下がると免疫力は30%低下し逆に体温が一度上がると免疫力は500%から600%もアップします中略風邪の引き始めにお風呂に入ることは 免疫システムがウイルスと戦いやすい環境を外から整えてあげることになるので、風邪が早く治るというわけです。まさか体温一度上げるだけで500%なんてびっくり。薬って、風邪を治すものではなくあくまで症状を緩和させるもの。だから症状が軽いうちは、ひたすら、体を温める温活で免疫力を高めるのが特策ですね。体温を一度上げる入浴って、肌のため、痩せるため、 目的によって適した温度や入浴法も違いますが、深部体温を約1度上げ、免疫力大幅アップを狙うなら、40から41のお風呂に20から30分が目安。夏はシャワーで済ませがちですが、一時的でも免疫力が5倍になるなら、風の撃退だけでなく、習慣にすれば予防にも大きな意味がありそう。風邪かな、と思ったらまず薬、ではなく、本や防水ケース入りスマホを持ち込んで、 ゆったりバスタイムを充実させましょう。